吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。まずは伊吹市崎の土砂災害に関する災害対策情報をお届けします。8月2日伊吹市崎での土砂災害を受けて、伊吹山の被害状況を確認するため平尾市長が現地を視察しました。この日は土砂が流出した勝山谷川の上流にあたる伊吹山3合目から5合目で雨水によってえぐられた地盤の状況や、伊吹山南側斜面の植生復元のための資材をドローンを用いて運搬する様子、砂防堰堤の土砂の撤去状況などを視察しました。視察の結果を踏まえ、8月9日滋賀県に対し3度目の緊急要望を行いました。要望では土砂災害の根本的な原因である伊吹山南側斜面の崩壊に対し、県による緊急的な地産地水対策の実施、国の地産事業を活用した抜本的な地産対策の2点を要望しました。また8月4日には地元自治会や消防団、市職員などおよそ200人が参加し、被災家屋の土砂の撤去作業が行われました。参加者はスコップを手に側溝の土砂をかき出したり、家の敷地に入った土砂や石をバケツリレーで運び出すなどして少しずつ土砂を撤去していきました。7月25日に再び発生した土砂災害に対して温かいご支援をいただきました。ありがとうございます。それでは今週の伊吹山テレビのラインナップです。ウィークリートピックスのコーナーです。山東幼稚園でサマーフェスティバルが開催されました。8月2日山東幼稚園で毎年恒例のサマーフェスティバルが開かれました。山東幼稚園は来年3月で閉園になることから、今回が最後の開催となります。この日は在園児とその保護者、そして山東幼稚園を卒園した小学1年生から4年生までの児童などおよそ200人が参加しました。はじめにハンドベルサークルによる隣のトトロの演奏や、オカリナサークルによる寸劇を交えた演奏が披露されたほか、各教室ではお化け屋敷、ビー玉すくい、金魚すくい、ヨーヨーすくいなどのブースが用意され、子どもたちは友達や保護者と一緒に回っていました。また手作りの飛行機を作る工作体験コーナーも設けられ、子どもたちは出来上がった飛行機を玄関ホールで飛ばし合い、その飛距離を競っていました。園舎の中に設けられたブースには、スタッフとして地域住民や
大東中学校の生徒たちがボランティアで参加し、地域が一体となって幼稚園のイベントを盛り上げていました。今年度で2期目となる米原農業塾が開校しました。8月3日、近江母の里文化センターで今年度で2期目となる米原農業塾の開校式が行われました。米原農業塾は新たな農業人材を育て担い手不足を解消することを目的に市が昨年度から始めたもので、県内外から16人が参加し、半年間全10回の講義で野菜の栽培から販売までを学びます。この日は第1回の講義として野菜の整理整体や土作りなどの講義が行われた後、受講者は今後農作業の実習を行う圃場新米農園で実習の準備を行いました。受講生たちは今後、講義や実習を通して肥料の使い方、土作りなどの専門的な知識を学んでいく予定です。近江の滝の魅力や重要性について考えるサミットが開催されました。8月3日、近江学び合いステーションを会場に近江の滝サミットが行われました。この近江の滝サミットということで、気がついて、このサミットはバンバの歴史を知り明日を考える会が中心となり、バンバにある清流の滝周辺を観光地として整備し、地域資源としてよみがえらせようと今回初めて開催されたものです。より良い国内容にしていくということを期待したいと思って14年ぐらい、初めに滋賀県内の滝について研究している水田由香さんによる講演会が行われ、滝の重要性や近江の滝の魅力などが語られました。で、その奥に滝があって、それは上の滝なんですけども、この掘ったの岩と、続いて行われたシンポジウムではパネラーに県内の滝保存会など6団体の代表者を招き、滝による地域の活性化についてをテーマに、地域の魅力である滝の活用方法について意見が交わされました。まだ学生をしております。危険な状態になってまして、で、昨年度から、この清流の滝というのはこの釜浜城より、主催者の一人は、今後清流の滝までの散策路を整備し観光ができるようにしたい、最終的には滝行を復活させ、体験ツアーなどで多くの人に訪れてもらいたいと今後の展望を話しました。話があったと思いますけども、これもこのここへたどる下からですね、約500メーターで標高差が150メーターぐらいあるところ、井村会館で地域交流イベントが開催されました。8月3日、地域住民の交流イベントふれあいフェスタが井村会館で開催されました。これは夏のお祭りと地域のふれあいを楽しんでもらおうと、飯自治会と井村福祉会が協力し、コロナ禍の影響で中止していたサマーフェスタをリニューアルして開催したものです。会場にはフランクフルトやかき氷、鮎の塩焼きといった模擬店のほか、射的やヨーヨーすくいなどのコーナーが設けられ、訪れた地域住民らでにぎわっていました。
また昔懐かし相撲大会と題した綱相撲や尻相撲、手押し相撲が行われ、真剣に対戦する参加者たちの面白い動きに会場は盛り上がりを見せていました。その他スイカ割りも行われ、目隠しをした子どもたちが指示に従ってスイカの元までたどり着くと、力いっぱい棒を振り下ろしていました。訪れた人たちは模擬店を回ったり、相撲やスイカ割りを見物したりしながら、地域で行われる夏のイベントを通して交流を楽しんでいました。それではここで健康づくり課からのお知らせです。暑い夏を安全快適に過ごすために熱中症予防行動を実践しましょう。暑い日の外出や農作業はできるだけ控えましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分、塩分を補給しましょう。特集のコーナーです。地域の防災リーダーである消防団が消防総合訓練大会に出場した様子をお届けします。それでは VTR をどうぞ。地域における消防防災のリーダーとして市民の安全と安心を守るための重要な役割を担う消防団。毎年この時期には滋賀県消防操法訓練大会が開催され、県内各市町の消防団が出場し消防技術を競い合います。今年はポンプ車の部に米原市消防団、近江方面隊、第一分団、野戸瀬班が出場。団員は仕事の後に集まり、大会に向けた厳しい訓練を行います。今回は消防操法訓練大会に懸命に挑む消防団員たちの姿をお届けします。消防団は自らの地域は自らで守るの志のもと、それぞれの仕事をしながら災害時には迅速に対応できるよう訓練を行っている。この日は大会を目前に控えた訓練日。本番を想定し一連の走行訓練を通して行う。消防団や消防署員が一丸となり、一本一本熱の入った練習が続く。一本終わるごとに消防署員からアドバイスが伝えられ、動きを修正していく。ちょっと高いところをこう火災が発生した際に、迅速に消火活動を行えるように、消防操法訓練というものを行っております。今年は野戸瀬班がポンプ車でポンプ車操法を実施します。野戸瀬班の選手の方には、日頃から、礼節を守りつつ迅速にコースを延長して水を出すということを意識してやっていただいております。選手の方だけではなくて米原市消防団、特に近江方面隊を中心としたサポートのメンバーにも来ていただきまして、消防団が
一丸となってこのポンプ車操法を実施しているという心意気がとてもありがたく思っております。またこういった地域防災の基礎となるそういう支え合いが今後ためになるんじゃないかなと僕は思っております。近江方面隊一丸となって能登市を盛り上げ、少しでも負担軽減になるように頑張っています。消防団として近江方面隊としてチームが一丸となって頑張っています。私としても、皆さんの、喜ぶ姿が見たいというのもありますので、応援として、皆さんの、サポートをしています。選手のみんなはいつも頑張ってもらっています。大会では少しでもいい順位で記録が残せるよう頑張ってほしいと思っています。この日は大会に出場する団員に対し激励会が行われた。出場する団員の紹介や滋賀県消防協会米原支部長や平尾市長らによる激励の言葉が述べられ、団員たちの士気は高まる。そして大会本番を迎えた。今年はポンプ車の部10チーム、小型ポンプの部14チームが真夏の太陽が照りつける中、全力で走法を競い合う。いよいよ元瀬藩の順番が来る。応援に来た消防署員らに見送られコースへと向かう。記者の掛け声とともについに米原市の走法が始まった。元瀬藩の走法は無事終了した。団員たちはお互いを称え合い、やりきった表情を浮かべていた。無事に終わってほっとしてます。選手のみんなもちろんですけど、それに関わるサポートメンバー、消防職員の指導者の方、たくさんのサポートのおかげで本日無事に終えることができました。充実した3ヶ月でした。ありがとうございました。ちょっと疲れたです。でも無事終わってよかったです。指導してくださった坪井さんと横関さんにちょっと感謝しています。ありがとうございました。練習の成果しっかり出せたので、よかったんじゃないかなというふうには今思ってます。今まで支えていただいた方、応援していただいた方に感謝しています。ありがとうございました。そうですね、5月からの練習でしたけども、3ヶ月思えば早かったかなと思います。結果は結果として、悔いのないように頑張りました。消防技術と団員の結束力をより高めた消防操法訓練大会。このような経験を積み重ねる消防団員が町の安全安心を守り、地域防災力を高めてくれています。